第1回スターオーディション男子の部グランプリはエントリーナンバー3番酒井太一くん。エントリーナンバー13番渡辺美優ちゃん。お二人とも本当におめでとうございます。本当に頼もしい若い才能で、これから一緒にお仕事をすることもたくさん出てくるかと思いますが、一緒に頑張っていきましょう。福井県出身の、福井県生まれ福井県育ちの13歳中学2年生の酒井太一です。小学1年生からソフトテニスを続けていて、努力の大切さを知っています。部活やってんだから仕方ないだろで話してなんだよ。ゆい、何してんの？早く早く。なんだよ。さい。渡辺美優、小学6年生の12歳です。神奈川県から来ました。父、母、弟、猫2匹と暮らしています。ごめん、達也くん。あと、もうちょっとだけ付き合って。ヤマピーの気持ちも分かってあげてほしいな。もちろん、私もやめてほしくないし。分かるよね。わかるよね、この空気。あれいらっしゃいますか？誰か、長野芽衣さんです。はい、長野芽衣さんです。あれ芸能界厳しいところだからね。横浜流星さん、あ、頑張ったから頑張った分だけ活躍できるとか、こう、なんだろうな、お仕事ができるとか、そういうあの世界でもないというか、一筋縄ではなく、こう不条理なところもあるんですけれども、こう長くコツコツやっていれば必ずこう続けていけることができるお仕事だと思うので、これからたくさん大変なことがあると思うんですけれども、ぜひこう長く続けていくということを目標に頑張ってほしいなというふうに思います。